ヤガチャガチャンネル。会えるのか。あそこにいるのがそうです。いるね。あ、伊達さん、ちょっと。それは営業妨害だよ。さや。え、あ、さやだったらいいや。どうぞ。お客さん困ります。どけ。翔太、大丈夫。さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ。今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それは。お父さんはいっつもそう。あったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして、そのくせこんな時だけ父を破る。さや、帰るね。さやちゃん。くそ。伊達さん参ってるね。な、何よあんたたち。お、さや、なんか外で会ったんですかね。あんな声が聞こえるぐらいですからね。あら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 。おい、何やってんだ。なんだおっさん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金。ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。でも伊達さん、悪いのはさやちゃんよ。それになっちゃうと。伊達さん危ない。キリュウ、お前てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。お、教頭かな。お、音楽も違うね。ボス戦扱いか。街のギャング、やった、ギャングだ。ちょっと耐久値高いかも。最近雑魚敵ばっかと戦っててさ、飽きてんのよ。雑魚敵ばっかでさ、よいしょ、得だ。さあ、というわけでね、ちょっとヒートゲージ足らないから、あ、うるさい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 。ヒートゲージ足らないから、ヒートゲージ溜めさせてね。ね、ガードしないで、溜まるの遅いでしょ。溜まったらもう用ないのよ。待ってて、ちょっと待っててね。得だ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 。これでいい、これでいい、これでいい。違う、そういう感じ。あ、お前じゃないよバカ。やかんだしな。ごめん、やかんなんだ。あっ地獄。でも確認したいんだけど、熱湯が入ったやかんなんであった。ねえ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 、普通に考えて熱湯が入ってたやかんが放置されてることあるかな。おい、徳田よいしょ。ねえ、徳田さんは耐久値が高くてうるせえな。お前、もう俺喋ってんだろうが、喋ってんだろうが、喋ってんだろうが、谷本喋ってんだろうが。ねえ、待って、伊達さんもね、途中でね攻撃キャンセルしたけど、ムカつくな。伊達さんもやるか。伊達さんごとやるかな。だったらはい、で、よいしょ。あ、待って、ごめんごめんごめん。あと、ナイフはね、えい、せいせい、よいしょ。で、徳田落として、さあ、まあ残りのやつらはね、暇つぶし感覚でね。実際問題ね、イベント戦が一番ね、何、さらっと経験値稼げるわするのは事実なんだよね。おお、伊達さんが捕まえてくれてての、教頭のヒートアクションとかあるんだ。俺これは知らなかった、普通に。えい、え、伊達さん今桐生に向かって。俺はあの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。なるほどね。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。大丈夫ではねえだろうな。さてさて、話を聞いてみようってことか。で、あ、カズイ帰ってきたんだね。
すみません、桐生さん。ちょっと店を開けてる最中にこんなことになるなんて。いや、いいんだ。それより伊達さんが心配だ。まさかさやちゃんが店にツケがあるなんて。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。バンス？うん、ごめん、俺も分かんなかった。ホストが店に金借りることです。自分のお客さんが払えなくなった分を自分で立て替えるんです。回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつはその借りを返すために。いや、ちょっと考えづらいですね。うちの店はバンスに金利も期限も特にないですから。翔太はどうしたんだ？今日は早番だったんでもう上がりましたよ。ほん、ちょっと気がかりですね。何がだ？翔太のことです。売り上げもいいし礼儀も正しいんですが、なんか悪い連中とつるんでよく遊んでるんです。変なことに巻き込まれてないといいんですが。なるほどね。で、あ、お兄さんもこの店の人？いや、俺はホストだよね。ねえねえ、名前はなんて言うの？ねえ。いや、だから違うんだ。ちょっとすまん。で、翔太くん大丈夫ですかね？心配なのか。僕、翔太くんは絶対に脅されてるんだと思うんです。脅されてる？多分あのサヤって子のためにお金借りて借金取りに脅されてるんじゃないですかね。さあさあ、ちょっとせっかくだからね、ここまで来たら。じゃあ今度はちゃんとアフターしてよ。うん、分かったよ。でももっと指名してよね。もうリンちゃんってそればっかりなんだから、そんなに指名しちゃうと私借金することになっちゃうよ。ごめんね、今度は安くしとくからさ。お兄さんこの店の関係者？いや違う。じゃあ特別に教えちゃうけど、あの若い女の子絶対に騙されてるよ。私ね、翔太くんの噂知ってるの。噂？うん、なんか前にもホストクラブにいたみたいなんだけど、客の借金かぶって権利取ってたんだってさ。あ、くどいよね。あら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 、もう店閉めちゃうのかな。飲み足りないのか？いや、どうせこれから自分の店で飲むからいいの。自分の？そう、私近くのキャバクラで働いてんのよ。何か急に呼ばれちゃったからヘルプで入らないといけないんだ。だからまあちょうどよかったわ。ほうとか。さやちゃんのお父さんすごかったですね。ああ、田舎の親父のことを思い出しましたよ。今頃何してんのかな。もう、ああ、お店の人は？ちょっとどうなってんのよ。翔太指名重なっちゃって全然席に来ないじゃないのよ。誠に申し訳ありません。本当に何とかしてよね。私翔太じゃないと嫌なんだから、もう店に来ないからね。わかりました、オーナーに相談します。キリュウさんいい人だな。おい、ちゃんと付き合ってあげる感じ。しかしながら、お、キリュウさん、翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを？本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか？本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがね。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その町金の場所わかるか？ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。おお、なんかいつもならね、待っとけみたいなこと言うけど、あれだろうね、何か見せたいところがあるみたいなことなのかも。お、ああ、そっかそっかそっか、なんか急に女来たなと思ったけど、さや、え、なんで学生服に戻っちゃうの？その必要あった？さ、というわけで
ちょっとね遠くて距離ありますけど、とりあえず向かっていきましょうかね。お、あれじゃん、サヤこのスピードについてくるには早いじゃん。んで、な、何か見たのか。おじさん、誰？ごめん、いきなり話しかけて。で、や、何かや、何がやばい感じだったの？ああ、それね、なんか1時間くらい前にコート着たおじさんがヤバそうな連中に連れてかれたんだよね。コート？もしかして。どんな様子だった？だからおじさん誰なのよ。ごめん、教えてくれないかな。まあ無理やりって感じじゃなかったけど、囲まれてて妙な雰囲気だったよ。ピンク通りの方に歩いてったけど、やっぱり花形ビルだわ。わかった、ありがとね。ピンク通りの花形ビル、お父さんそこに行ったんだと思う。なあ、なるほどねっていうやり取り。お、翔太郎がどうしたって。ああ、びっくりした。なんですかいきなり。今翔太郎って言ってなかったか。ああ、はい、言ってましたけど。翔太郎ってスターダストの翔太のことか。あ、はい、そうですよ。やつがどうしたんだ。あいつ店終わったらいつもアフターしているはずなんですけど、こんな時間に一人で歩いてるなんて珍しいから。翔太を見たのか。はい、携帯で電話しながらピンク通りの方に行っちゃいましたよ。どうしたの。ねえ、一致してますね、ルートがね。だし、なんかやたらめったら話しかけられる人がここら辺に多いのも、なんかそれをなんか追いかけさせられるためみたいな感じのね、雰囲気を感じますね。さあ、というわけでね、いろんな人をかき分けて、これか、よいしょ、ね、後ろにチンピラいましたけどね、とりあえず無視してやりましたよ。お前ら、ねえあんた、サヤの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ。店のツケが20。俺が立て替えたから利子と合わせて23とか。え、翔太さ、20倍うちのクエルツ金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。計算方法どないなってん。バカだ、払えないんだったらサヤちゃん、しょうがないでしょ。ん、おい翔太、何言ってくれ。こいつ、サツか。へえ、4か、丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらサヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろう。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ。翔太、なんで。悪情な親父だねあんた。娘大事じゃないの。大事だ、大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はサヤの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあサヤはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはサヤより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと。殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げきれないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにサヤはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん、なんだてめえ。あんた初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。よし、やっちゃおう。さてさて、一緒にぶっ殺してやる、翔太。いや、別に何も面白いところがあるわけじゃないんだけど、なんかデーン翔太っていうのがね、面白かったっす。翔太ねえ、おまけ翔太だよ。で、はい、ゲージ貯めるからね。あ、ナイフ持ってるの邪魔くさいです。あれしますね。もうとりあえず、大きく少し、まずは安いやつからね、使っていきながら、確実性をね、
ほいほいと、でガード崩してからの翔太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 、あ、やべ、間違えた、あー、おー、翔太強いじゃん、やるじゃん翔太翔太翔太やるじゃん翔太ね、えそれは白目向いちゃうね、ごめんねさやちゃん、なんかあのね、私には翔太しかいないのって、その翔太のことここまでボコボコにするのはちょっとね申し訳ないなと思いつつ、翔太そこのためは死ぬんじゃない、あー翔太に6個いってない、危ない、ちょっと待って、それはスウェーで抜けてるとこなんだけど、あーまあとりあえず1体やって、うわ、お前じゃない、お前じゃないけどやるわ中島、よいしょ、で中島も痛い、何そのタックル、痛い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 、ちょっと回復しますよ、でタフネス系はねもういらないので、タフネスはもうインフィニティでもない限りいらないので、まあとりあえずじゃあね、ただただ回復アイテム飲んで、何回復しかできないですけど、あ、ばばばばばば、翔太翔太、伊達さん、ごっちゃんゴール、伊達さん一緒に戦うたびになんかあんね、20が400だって、冗談にしても笑いやしねえな、いえ消耗出せよめちゃくちゃ弱々しかったよ翔太ね、なんかつって、借りができたな桐生、いや、お父さん、普通の女子高生なんだな、そうしてると、やだジロジロ見ないでよ、 お父さん鞘、俺はダメな親父だ、10年前、お母さんとお前から逃げ出した、だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる、でもな、それでも一つだけ約束してくれないか、自分をもっと大切にしてくれ、サヤが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ、それでもお前が苦しんだり危ない目に遭ったら俺は守ってやる、守ってやるから、分かった分かったから泣かないでよ、キリュウ、もうこういう時にジャッツって帰れるところがキリュウさんのかっこよさよね、さて警察署、おはよう伊達君、課長、何か、ああちょっと話がね、何のお話でしょうか、10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた、二度目がないことは分かっているね、ええ、まあ単刀直入に言おう、今君が調べていることからすぐに手を引くんだ、どの件でしょう、交渉の余地はないんだよ伊達君、今すぐ手を引きなさい、話は以上だ、失礼します、おい伊達君、今のが伊達刑事かね、はい、どうだ須藤君、誘拐犯なんですね伊達さんと一緒にいるのは、そうだ、依頼主は明かせないが捜索願いが出ている、上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか、わかりました、なんか物語が裏で動いてる感じしてきますよ、その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな、
島野の王子き聞いたで。踊れの子分に手合いとるようやの錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろが。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。怒りに身を任せたとはいえ、堂島の親殺しやったの錦なんですけどね。全然人殺すだけの器量というか、器量があるっていうのもおかしな話だけど、でもね、錦もねそれぐらいのなんだ男ではあるはずなんですけどね。竜と恋なんか話進みそう。おい桐生、こいつを見てくれ。これは今朝東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨